たち七人が最後の一人となったとき、聖杯は勝者のもとに現れよう。改めて聞こう。エミア守護、選ばれしマスターとして、この聖杯戦争を戦う意志があるや否や。俺もだ。奴は他のリーガーとは違う。分析もできない、消去することもできない波動を、俺たちの回路に残したのだ。それに十分馴染む時代となっていた。しかし人類は、この宇宙でも地球上と同じように戦争の歴史を繰り返していた。弱い者いじめか？貴様がどう思ってるか知らんが、そのゼロスは強いぜ。そいつは俺たちシャブラニグドゥの腹心5人以外じゃ。俺の顔に何かついてるかい？ミュート！いつまで見物してるつもりだ？バカ野郎！練習してるんじゃねえぞ。ですが、町の人の話では、沼田はチコの妹にひどいことをしていたそうじゃないですか。そうですよ。チコは妹を守るために沼田を殺したんですよ。いい夜だな、フケイさん。血を吸いたくなるんだ、こういう夜は。U-07 に伝達。機関の判断により、搭載弾頭の使用を許可する。目標 D-1 の進行、全力で阻止せよ。ワッパはいらねえ。弱い奴もな。何度やっても同じだ。仇討ちの剣なんぞ、身につかねえ。だがそれは、中忍試験に合格させるためではない。中忍試験に乗じ、木の葉の里を、9ミリパラの鉛玉みたいに弾けやしねえぞ。この距離でかすり傷なら、もう少し近づけや死ぬな。やはり、まだ無理か。迎撃用の対戦車ミサイルを大至急上へ上げろ。1分でも、1秒でも持ってくれればいい。アレクシス・カイザーに一歩でも近づくため、私は幼少の頃からパン職人にとって一番重要な手の強化を図ってきたのだ。若いというのは素晴らしいことですな。あらゆる可能性、希望、そして熱い情熱。だって初めてのキスは結婚するまで大事にとっておくって決めてるんだもん。なすみ。先ほど全クルーの避難を確認しました。こちらのアルカンシェルのチャージはあと1分程度で完了してしまいます。同じ種族同士分かり合おうともせず、流した血の量で物事を決めるようでは、まるで人間のすることと同じではないか。しばらくここを離れると言っていた。受けるつもりがあるなら手続きはしておこう。あさってには中央の病院から迎えが来るはずだ。どうする？俺は何のスリルもなく退屈に続く日常がもっと恐ろしい。残念だぜ。久しぶりに楽しかったのに。これで終わりか。俺は得意体質でね、体中の関節が360度動くんで、サブミッションは効かないんだ。誰かオートに連絡してやんな。ダンディは君たちのような可憐なお嬢様たちの味方さ。おっと、少しばかり長居をしてしまったようだ。 You will see the tears of time. Goodbye, pretty girl. 我々回廊衆は残る近日書を早急に見つけ出し、神羅万象を手に入れるだろう。やはりそれは素晴らしき素材、カオスの権化だ。もっともっと見せてくれ、私に。あなたの主観に満ちた世界を。極東でうちの者が後手を踏みましてね、イザナギを求め、ついに例の機関が動き出したようです。私の質問に答えるべきだ、リコ。一つずつ明確に答える。一つでも納得できなければ耳をそぎ。だな、バカな話だ。わしに恥をかかすな。まったく、何たる結果だ。会社によってだけど、マネージャーは本社に雇われててね、店舗運営を僕がやってて、白藤店長は僕が雇ってるんだよ。いや、さすがはブス島家ご息女、本音を告げるよりないか。実施になれば何でもできると思っていた。もう二度と
挫折したくないと思ったから魔術師になることを誓った。ジャブは夢とうつつが混ざり合う合図。ようこそ少年、我が輩の名はチェイサー、ジョン・ドゥ。聖杯戦争、それは万能の願望機聖杯をめぐる魔術師たちの血塗られた戦い。10年に一度さまざまな物語が重なり合う時、しがらみ、大人の事情、モラル、それらを超えて宴が始まる。意地悪だな、時。分かっているのならさっさと縄をほどいてくれよ。私だって好きでこんなところにいるわけじゃない。ケセン、その体でなぜ動く？その傷でなぜ目覚めた？なぜあと数分足らずを昏睡していなかったのだ？両儀式！21世紀初頭、人類は温暖化などの影響により地上での半島を大きく失った。ある日突然世界に穴が開いた。そしてそこからは数多の魔物が現れた。千年前、勇者クレアシオによって封印された魔王ルキメデスが復活したと考えた国王は、あれであろうと引きません、許しません。幼女を傷つける奴はわしが許さんのじゃ。この程度の傷でくたばるものか。年寄りのしぶとさ舐めるなよ。俺はアーロンの意志を継ぐ男だ。その憧れの一味のあんたが俺の計画に異論を唱えるなんて。 Every man is the architect of his own future。 人生とは選択の連続である。人は常に何かに迷い、我が輩も聞いてますにゃ。大雑把に言うと特技の新しい階級だとか。特技といっても例えば同じ技でも使い手によって威力が違いますにゃ。その装備もレイドでなければ入手は困難。補修のための素材もしかり。ファイブレインの子供たちをパズルで滅ぼす、マカタジンの望みが実現しつつあるようだ。突然すまないね。天狗大通りに出るにはこっちでいいのかな。ありがとう。ナビが壊れてね。助かったよ、お若いカップルさん。私が今日したように君も困った人がいたら助けてあげてください。それで今日のことは全てチャラです。これじゃダメかな。それはこちらのセリフだ。絶対に任務は完遂する。主より授かったこのテイグでな。仕方ねえな、黙っててやるよ。その代わり一つだけ条件があるぜ。黙ってるからおじさんにお小遣いちょうだい。また一人の人間の物語が終わった。しかしそれも我の物語にとってはほんの一部に過ぎない。すなわち完全降伏せよ。俺は人類への降伏勧告である。決まった、すっきり。ぜめえ見ろ坂本、このドスケベが。わしを見くびった罰や。廊下で反省しとけ。どうしてなぜ本気を出さぬ。バッティやスパルダを退けたという戦いぶり、我にも見せてみよう。自分を食らって体を修復することができる系は極少数だ。まあ気分は少々悪いが、こうすればすぐに元通りになる。とても素晴らしい。我がミッドフォード公爵家は代々英国を守護せし騎士の一族。民の危機を見過ごすことなど騎士道に反する。好みの八回路、その三重苦を押して戦うなら大軍だろうと一撃必殺。私より強くならねばな。ただただ本質に溺れればいいものを。我らを捕らえ縛る一族の末子に贈り物。あいつはあそこにいては体がなまると言いよった。ガクラ、牛山を呼んでこい。町へ行こう。クラシックレコードとはな、少子面白くなってきやがった。行くぜガラシ。触ってあげて。未知との遭遇だよ、 ET だよ ET。 知らない、ほらこうやってね、指と指をこう。
久しぶりです、ゼルドリス王子。オイマジンであるほど強く捉え離さぬ女神の封印ゆえに苦労しましたが。保護観察期間だよ、来年の春までだったよな。だから1年預かる約束なんだろ。明日は囚人に行くぞ。さて、深淵より針を進ませに参ったとでも言えばいいのか。とえ、誰一人としてお前を理解せず幽谷の淵より暗き死を地層しに参った。山の大きなハサン・サッバー派であるオノオスロエル・ギスタールが全て焼き払ってくれる。何たわけたことを。断じて許さん。あの娘は速攻追い出すのじゃ。この家の世帯主であるわしが許可せん。魔王と恐れられた男がいた。かの者は暴虐の限りを尽くし、その眼前では断りさえも。なぜ戻る。ならばこちらも相応の試練を与えようぞ。1,2,3止まるマスのパネルを裏返し、その内容に従う。パネルオープン。じゃあ始めよう。いや、この花で観測した限りでは貴様の存在は感じられなかった。なのになぜ。だ、今だ。またすぐ立たねばならんが、道すがらで悪いが、お前の顔を見ておこうと思ってな。歴史的快挙を成し遂げた最大の功労者、初代クロスベル総督に就任したルーファス・アルバレア卿である。我々はお前とは違う。口風薬のせいで苦しむフォルテの民を救う、そのための力を求めた。神の御名において貴様を退ける偽物め。運命が味方してくれるのはこの私だ、お前ではない。これよりは共に戦いたい。おお、共に戦い、そして敵として戦った、その結論だ。はっしゃはっ、てら、俺が勝つ。負けろ、ちれえ。ゲームの支配者は俺だ。くっ、イコール王殺しろ。さあ、狩りを始めようか。これはアンブレラとは無関係だ。君たちはアンブレラが黒幕だと思っているようだが、あくまでも私自身のためにやっていることなの。聖杯とは魔術世界における万能の力、あらゆる願いを叶える願望器だ。これを手に入れるため選ばれたマスターたちは競い合い殺し合った。